機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターのミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにイエス・キリストに出会い信じるに至ったか、またクリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して本当の神様を証言する番組です。今回は40代女性M さんのエピソードをご紹介します。それではお聞きください。私の10代の家庭環境は荒れていました。両親の不仲、兄の精神疾患からの家庭内暴力、家にいることができずホテルやアパートを転々としながら過ごした高校時代、親にあなただけが頼りだからという言葉を重みに感じてしまい、すべてから逃げ出したくなって、学校も家にも居場所がなくなり、孤立した日々を送っていました。その後成績もギリギリの中、なんとか先生方の協力を得て、短大へ入学し、就職することができました。どんなに家では家庭環境が荒れた生活を送っていても、今の時代のように家族の精神の病を公に話せる環境はなく、泣き晴らした目をごまかし作り笑顔で職場へ行っていました。母は兄の状況を認めることができず、お祓いや信仰宗教などあらゆるものに頼りました。その都度信仰する対象が変わり、その信仰を私にも求められることに嫌気がさし、宗教だけはどんなものでも絶対に入らないと宣言していました。すべてのことに介入してくる母に反抗した日々を送っていました。毎日家に帰ると言い合いをして泣いていました。どん底で光が見えなくなっていました。でもふとお笑いのテレビを見ると笑っている自分がいるのです。自分笑えるやん、誰かが私を笑顔にしてくれたような気がしました。そして最後には何とかなるような気がすると全く確信がない自信で一時的な安心を得ていました。その後私は結婚し子供2人を授かりました。その頃これまでいつも母だけがいろいろな宗教に入る中、両親二人でクリスチャンになったと連絡がありました。ああよかった、なぜだかとてもほっとしている私がいました。でも自分がクリスチャンになることは全く考えられませんでした。その後兄の体調も少しずつ落ち着いてきました。父が80歳になり、がんの末期になった時に、教会にある福祉施設にお世話になりました。その導きから、子供が教会のインターナショナルスクールに通うようになり、礼拝に行くようになり、私もイエス様を信じる者となりました。信じる前からいつもイエス様は私のそばにいてくださり、見守ってくださっていたことが分かりました。どんな時でも大丈夫と慰めてくださっていました。その存在を感じながらも神様の存在を受け入れることができなかった自分にやっと気がつくことができました。神様の方へ向きを変えることのできなかった自分の罪の大きさを深く覚えました。悔い改めイエス様の愛を受け取った今、これまでは頑張れ自分と奮い立たせながらも、実はよれよれで何かに捕まっていなければ立てなかった私を解放してくださいました。するといつも埋まりきれなかった心が満たされていくのを感じました。神様は素晴らしい、どんなあなたでも神様は見守ってくださっています、愛を注いでくださいます。
その存在を知ることができた素晴らしさを今とても実感しています。一人でも今光の見えないところにいる方に届いてほしいです。いかがだったでしょうか。このエピソードから聖書の言葉を一つご紹介します。イザヤ書63章9節、彼らが苦しむとき、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって、主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い、抱いてこられた。次回もお楽しみに。聞いてくださるすべての人の上に、イエス・キリストの祝福がありますように。